皆さんこんにちは、こじこじです。今週からね、時間に余裕のある週だけね、日曜日の夜にね、動画についたコメントに返信する動画のねコーナーやっていきたいと思います。アニラジ的に言うとね、お便りお返事コーナー的なのしていきます。今更なんですけども、女性の方ですか？はい、まず最初のコメントなんですけども、よくねあのコメント欄でも荒れてたりするんですけども、お前男だろとか女だろとか決めつけとかね、男ですか女ですかみたいなコメントあるんですけども、一応概要欄に書いてあります。僕一応自称性別不詳のコンピューターエンジニアということでね、動画やらせていただいています。うん、多分ね性別迷子な人です。カメラ変わったね。最近多い質問なんですけども、画質が綺麗ですねとか、カメラ変えたんですねって質問いただきます。ネクストアップに参加するにあたって、ね、ちょっといいカメラに変えようってことでね、カメラの方変えました。僕としてはね、かなり奮発して買った方なんですけども、他のネクストアップ参加してた方のカメラはね、もっといいカメラでも、僕はちょっと10万ぐらいのカメラで、はい、買ったんですけども、やっぱりね、それでも全然画質違いますね。僕ね、なんか新しいことを始めるのが苦手で、好きなことはねとことんやるんですけども、新しいことを始めるのが苦手で、今までねこちら2年間ね、JVC のね、はい、ハンディカム使ってました。最初の3ヶ月ぐらいはね、ウェブカメラでね撮ってたんですけども、はい、こちら使ってたんですけど、こちらね、ボタンがね、録画ボタンとね、ズームとかしかなくて非常に使いやすくて、さらにね、チルトするってことでね、自分の顔を見ながら撮れるということでね、非常に使いやすかったんですけども、やっぱりね、カメラいいのに変えちゃうと、こっちの方がね、画質いいですよね。同じ基板取り寄せたら1ヶ月かかりました。自作の HDM 液晶モニター作った時に、アリエクスプレスからね、僕ね基板の方を輸入したんですけども、僕がね輸入した時も3週間ちょっとかかったので、やっぱりね中国から輸入すると結構ね時間かかりますよね。僕も最後の方もイライラしながらね待ってました。ノクテューアの CPU ファンつきそう。CPU ファンなんですけども、最長ね高さ 58mm までの CPU ファンが搭載可能ということなので、今回ねコメントでいただいた CPU ファンは68かなとか書いてあったので、多分搭載できないというか搭載できないと思います。僕もねちょっとベンチマーク取り始めていて、やっぱりゲームやるとね温度が70度とかになってしまうので、もうちょっとねグレードの高いね CPU ファンに変えようかなと思ってね、いろいろ検討しているところです。まだ松岡修造のカレンダーもらえますか？はい、今週紹介したねこちら松岡修造 120% 本気カレンダーなんですけども、今週の火曜日何日だったかな、6日からね配布開始なので、お店によってなんですけども、余ってるお店はあると思います。なのでね、ちょっとファミリーマート何件かはしごをしていただかないとわからない感じです。僕がね行ったのが水曜日で、始まってまだね翌日だったので、ね、結構もうまだね箱新品みたいな感じでいっぱい入ってたんですけども、さすがにちょっと時間が経っているのでわからない感じです。フォールアウト、ウォッチドックスは CPU 要求スペック i7 で大きいよ。フォールアウトとかね、ウォッチドックス、僕ちょっとね、スペックの要求値わからないんですけど、今ね、4コア8スレッド、もっとね、要求値の高いゲームがたくさん出ているんですかね。ちょっとゲームに詳しくなくて、多分ね、今のゲームだったら4コアで十分なんじゃないかなと思ってたんですけども、ちょっとね、時代がね、変わったみたいですね。これからは、やっぱり i7?CPU とグラボどっちを新しくしたらいいの？ CPU かグラボね、どっちか乗せ替えるとしたらね、すっごく悩みますよね。僕のお友達もいつもね手伝ってくださってる方なんですけども、サンディのね愛語だったかな、ずっと使ってて、いつね乗り換えようかなみたいなね機会を伺っていて、結局なんか CPU とマザー変えると結構な値段になっちゃうんですよね。5万とか。そう考えるとグラフィックボード、1060とかあたりを買って3万円で済ませる方がコストパフォーマンス的にはね高いんじゃないかなと僕は思います。でもちょっとね、i7 の初代だとそろそろね、全体的な構成の変更もね考えた方がいいんじゃないかなと思います。八重歯が可愛いから笑った方がいいんじゃない？コメントありがとうございます。八重歯ってね、僕ね八重歯生えててね、ちょっとね結構コンプレックスなんですけども、日本だとね八重歯が可愛いとかあるみたいなんですけども、外国だとねみんなね
母をね強制するみたいで刃とかって良くないって聞いたことがあります。なのでね、うん、ちょっとねあんまり笑うのとか苦手かもしれません。ちょっとねコンプレックス気味だったりします。パソコンパーツの選び方について教えてください。以前ね、ジャンクパーツを使って組み立て方のね、説明をね、したんですけども、ちょっとね、高圧利用世代のね、CPU を使っての説明の仕方だったので、改めてね、今の Core i シリーズにね、対応した組み立ての方法とか紹介、今後ね、していけたらなと思っています。コメント欄のアドバイス読んでますか？コメント欄はね、はい、いつも見させていただいていて、一喜一憂させていただいています。本当にね、なんかね、ひどいコメントとか来るとね、うーみたいな感じにね、思ったり、こう、いいコメント来るとね、やったーみたいな感じになったりね、それで元気づけられたり、逆に元気がなくなったりね、しながら動画やっている感じです。コメント本当にありがとうございます。関連動画のとこ真っ白やで。YouTube NEXT UP 行ってね、エンドカードをね、最後につけるとね、効果的だよというふうにね、教わったので、エンドカードつけているんですけど、その画面がね、なんかね、真っ白な画面にね、見えてしまうというね、コメントが何件か来ています。はい、最後の画面、こんな風にね、僕の、はい、動画とね、はい、おすすめのチャンネルと、チャンネル登録ボタンが出ています。はい、有名な方だとね、PDR さんとかね、同じ、手法を使ってね、やってるんですけども、多分、見えてない方、いらっしゃるのかな？うん。見えてない方、なんて言ったらいいんだろう。僕の環境、僕がテストしてる環境だと、完全に見えているので、もう見えないってことが逆にびっくりしています。ちょっと対応、僕ではね対応できないので、うん、 Google のヘルプとかにね、ちょっと YouTube のヘルプかとかにね書いてみたいと思います。スプレーとかですでに300円じゃない、スプレーとかでもうすでに300円じゃないってね話なんですけど、僕のね、僕の持ってる環境で別途材料300円ということでね、はい、お許しいただければ幸いです。今後ね、YouTube NEXT UP の時につけていたね、こういうスチームパンク風のね、メガネ、これもね、自作なんですけども、こちらのね、作り方なんかも紹介していきたいと思います。現状確認の時、ポコポコ叩いたのを笑った。ハードディスクを修理した時にね、こうバンバンバン叩いてね、治るかなってやったんですけども、やっぱりちょっと叩いたらね、光る秒数がね、ほんと一瞬なんですけど、伸びた感じがするんですよ。たまにね、叩くとね、治るやつがあるんですよ。リレーとか、こうリレーとか接点的なリレーがついてるマシンとかだと、こう叩くとね、ポンとついて動く場合とかってね、稀にあるので、叩いてみてもね、いいんじゃないかなと僕は思っています。中学生なので自作 PC の作り方がわかりません。一応コメントにもね、コメントの方返信したんですけども、中学生だからやり方がわからないとか、何歳だからやり方がわからないって言い方はね、僕的にね、大人の僕から見たらね、ずるいんじゃないかなと思います。大人だからね、わかることなんですけども、いつになってもね、何歳でもですね、本当に、大学卒業したから勉強しなくていいとかってわけじゃなくて、何歳になってもね、自分からね、勉強しようってする気はね、すごい大切だと思います。自分から学び取ろうとしないと、何もね、学べたりしません。僕はね、大学の時、理系とかじゃなくて、高校もね、理系クラスにはいたんですけども、別に特別理系ってわけじゃなくて、社会人になってからね、ほぼ独学でね、プログラムとか勉強したので、やっぱりね、勉強っていうのは、学校とか以外でもね、いっぱい勉強できる場ってあるんですけども、自分からね、積極的にね、勉強していった方がいいと思います。人に聞くのはね、やっぱりね、自分で頑張って頑張って頑張ってやってもできないことはね、人に聞いてもいいと思います。普段からコスプレしてくれ。コメントありがとうございます。たまにね、コスプレしてくださいみたいなコメントあって、僕もね、本当にたまにね、コスプレするんですけども、コスプレってね、ウィッグかぶったり、化粧したりね、普段慣れないことをするのでね、動画撮るまでにね、結構時間かかっちゃって、さらにね、他の動画を撮るというね、応用が効かなくなっちゃうんですよ。ウィッグとかかぶって化粧しちゃうと。こう、お風呂入んないとね、次の動画撮れないとか、すっごい一本撮るのに何分かかるんだよ、みたいな感じなので、コスプレはね、本当たまにしかできないので申し訳ありませんといった感じがねします。はい、今度はね、12月の最後の方かな、何ですか、2017年春アニメじゃないな、冬アニメかのね、おすすめアニメ紹介するときね、コスプレできたらしたいなと思っています。ということで、今日から始めた動画のね、コメント欄についたコメントを返すお便りお返事コーナー、来週以降もね、時間があればね、頑張ってやっていきたいと思います。
今回のコメントに対してね、コメントつけていただいても、次回ね、もしかしたらね、お返事するかもしれないので、よかったらね、コメントとかいただけるとね、幸いです。また、コスプレに関してなんですけども、なんかね、希望がありましたらね、衣装言っていただければね、僕の方で、サイズが合えばですね、ネクストアップ行って以来ね、僕ね、それまでランニングしてたんですけども、ネクストアップの前後ぐらいからね、ちょっと忙しくなっちゃって、ランニングしなくなっちゃって、またね、お腹がちょっとやばい感じなので、サイズが合えばね、あと露出度ですね、露出度があんまり高くなければね、やっていきたいというね、方向なので、もしね、おすすめとか、なんかあればね、コメント欄書いていただければ幸いです。ということで、今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。皆さん、また見てくださいね。バイバイ。